こんにちは。今回はペイペイのこちらのキャンペーンについてお伝えします。ペイペイジャンだけでのお支払いなら、抽選で1等最大全額戻ってくる。まずはじめにキャンペーンサイトを見ていきます。こちらの動画をご覧ください。こちらはキャンペーンサイトになります。対象の店舗、オンラインストアでペイペイジャンボ1等最大全額戻ってくる。 対象店舗はこちらですね。こちらにリンクがあって、ここからも見れます。対象の店舗、オンラインストアで、ペイペイ残高で支払い、抽選で当たると、お支払い金額の1等100%、2等10%、3等1%戻ってくる。2回に1回の確率でいずれか当たるとなっています。不要上限は、10万円相当、1回あたり、期間あたりですね。対象の店舗の合算ですね。 あとですね、えー、店頭では Yahoo ーカード、PayPay カード以外のクレジットカードは対象外ですけれども、ネットは PayPay 残高での支払いのみとなっていますね。期間は2022年の1月11日火曜日から1月31日の月曜日ですね。えー、対象店舗はこちらで詳しく見れますね。あとはオンラインストアもこちらで見れます。 店舗の確認方法がこちらに書いてますね。えポスターで確認したりとか、ペ a ペー a y アプリで確認ができますね。あと、キャンペーン内容の細かい内容がここに書いてありますね。改めて言いますと、キャンペーン期間中にペーペー決済ご利用いただいた際に、2回に1回の確率で以下のいずれかが当たる抽選を実施しますとなっています。当選者には次の内容でペーペー a ーナスを付与します。店頭の場合はペーペーカード、ペーペー残高、 フーカードペーペアート払いで、えー、1等で決済金額の 100%2 等で決済金額の 10%3 等で決済金額の1%その他のクレジットカードは対象外ですね付与上限はこちらですねそしてオンラインストアの場合はペーページンダがのみとなります当たる金額は同じですね当選の確認方法ですけどもこちらに書いてありますね こちらがですね、えー、キャンペーンの詳しい内容になっています。キャンペーン名称は毎月どこかで当たるペイペイジャンボ一1月となってますね。あと、期間は先ほど言った通り。キャンペーン主催者はペイペイ株式会社ですね。あと、概要ですね、こちら。あと、注意事項などが書いてあります。以上です。いかがでしたでしょうか 対象ののストアでで買い物等当ただし、キャンペーン対象の購入方法や、不要上限額の制限があります。また、1等はそう簡単には当たりません。でも、1月中に対象のストアで買い物する予定があるなら、今回のキャンペーンを利用する価値はあるのではないでしょうか。動画は以上でおしまいです。ご視聴ありがとうございました。